はい、坂翔です。今日はですね、またムービーモンスターシリーズなんですけど、ゴジラストアからね、届いたんで、ちょっとそちらの動画になりますっていうことですね。ちょっとヒント。ちょっと早速開けていきたいと思いますけど、前ね、ゴジラストアで注文した時に、タグがね、最近ミラなんですけど、タグが、ちょっと折れてたのちょっと怖いなって思うんですけど、ちょっと開けますね。大丈夫かな。いい。今回綺麗ですね。で、早速なんですけど、じゃじゃーんっていうことで、顔こっちもいいかな。今回ね、スペースゴジラになります。これ今回はスペースゴジラなんですけど、ムービーモンスターシリーズで、ことね、ゴジラストア限定の、ムービーモンスターシリーズスペゴジで、レトロカラーバージョンになります。はい、で早速見ていきます。顔はこんな感じ。普通に目、顔はいいですね。で、色もね、ネットで見るよりちょっとね、紫が強いっていうか、コンっていうかね、色が結構すごい。ちょっとね、腕もあるか見ますね。で、ちょっとここの部分の関係でこのぐらいですね。で、足。珍しい。足動かないですね、ここ。足動かないです。足動かないな。尻尾ですね。で、後ろこんな感じ。ここの部分ちゃんとされてます。ただ色がね、思ったよりなんか紫紺みたいな感じ。紺か。色強いっすね。はい。ちゃんと赤の部分はなってます、ね。で、タグが、まあこれだね。ムービーモンスターシリーズ。で、スペースゴジラ。レトロカラーバージョン。めちゃくちゃかっこいい。スペゴジ。いいですね。ちなみにね、今ね、再販かな？再販ちょっとは新しくなってんのかな？普通のスペゴジが今予約中なんで、それが7月かなに、届く感じになってますね。まだ予約ね、ビッグカメラとかだと多分できると思うんで、でまだされてない方ね、それ普通のカラーもしよかったら予約してみてください。めちゃくちゃかっこいい。すげえいいわ。スペゴジ。自分、スペゴジのね、ソフビ初めてなんですよ。ちょっとすごい柔らかいけど。初めてなんでめっちゃなんか嬉しいな。うん。で、スペゴジ関連は一応ちょっとまあチラッとあるんでお見せしますけど、これゴジラ。これね、ネカのスペゴジの時のゴジラ。ネカね。また持ってるんで、まあね、これネカはスペゴジって言ってもバーニングゴジラと造形一緒で色が違うだけなんですけど。あ、ちなみにね。バーニングが、バーニングゴジラこれ。まあ、ほぼ一緒なんですよね、顔はね。まあ、ネカなんですけど、これ一応スペゴジの時のゴジラってことで。まあ、これね、ゴジラ対スペースゴジラ。こんな感じ。めちゃくちゃスペゴジいいっすね。ちょっとゴジラ関連でですね、ちょっとね、何日か前に、まあ、1週間ぐらい前か、ちょっとイベント行ってきてサインもらってきたの、ちょっとね、あんまりちょっと動画回っていなかったんで、もしかしたら見てない方も多いかなと思うんで、ちょっとお見せしますね。ちょっとゴジラで、これ。ファイナルオーズ。ファイナルオーズのゴジラの、あ、ちょっとどかしますね。ファイナルオーズのゴジラの、ソフビにサインもらいましたっていうことですね。これね、スーツアクターの方で、まあ、このゴジラの中に入ってる、ね、方ですね。ちょっと名前ちょっと出しますね。ちょっと、どうせしちゃって、これ、ね。この方なんですけど。で、まずこれですね。で、今度ね、1991のキングギドラに入ってるスーツアクターの方、これ、ハリケン・リュウさんって方ですね。がサインもらいましたっていうこと。最近ちょっとね、ゴジラ関連で言うと、まあ、こういう、サイン会行きましたよっていう感じですね。すごい急にド忘れでしたな。すいません。今回ね、このスペゴジでした。もうなんかね、いい。ちょっとワクワクするぐらいいいですよ。スペゴジ。はい、こんな感じですね。この後ね、アップね、してお見せするんで、そちらもご覧が。ちょっと尻尾の目もいいわ。もういい。こ
これこの後アップね、させてもらって、それを見てもらって動画を終了って感じですね。はい。ね、ちょっとね、アンケート取らせてもらって、自分の動画でね、横動画と縦動画どっちがいい、よく見ますか、楽しみにされてますか、みたいなね、アンケート取らせてもらって、横動画のが多かったし、嬉しかったです。横動画ちょっと頑張ってるんでね。本当嬉しいですね。これからもね、よろしくお願い、首回るな。よろしくお願いします。今後もね、いろいろ動画出していきますんで、ね、もうゴジラ関連もそうですし、いろんな特撮、もう出していきますんで、もしよかったら見てみてください。あと、今週はね、バックスザフューチャーのガチャの動画も出るんで、ね、まあ自分一応バックスザフューチャーが一番好きだって言って動画始めてるんでね、ちょっとね、そこをちょっとやめられないですけど、大好きなんですけどね、バックスザフューチャー。あー、で、この後ね、このゴジラ、スペースゴジラのね、アップしてるとこ見てもらって動画は終わりになります。それじゃあ、失礼いたします。What you teach, I do believe I always should have stayed.